久しぶりの聖地巡礼シリーズー、イエーイ。まあ見てわかる通りのお店です。まあ食べどころ虎どころ、まあ、ここでわかるでしょう。飛騨さんに今日はやってまいりました。ちょっとえばなんか待って、すごいもう聞こえるんだけど、なんかえすごい聞こえる。今日はドラゴンズファンとしてこの飛騨さんにお邪魔していろいろ潜入していこうかなと思いますので、では早速参りましょう。うわすごい、もうすごい。お邪魔します、お邪魔します。うわねえすごい、えすごい。えこのさ、こいこいさんもなかなかだったんですけど、飛騨さんもすごい、すごいんだけど。とりあえず一回、いろんな声が聞こえますが、一回行きたいと思います。こんばんは。こんばんは。やばい、ようこそって言ってもらいました。言ってもらいました、すごい。山本昌さんに、そうそう、はいはいはい、あのシンカーじゃなくてなんだっけ、スクリュースクリューのやつ、はい、YouTube 見たんですけど、嬉しい。すごい、見てくださってる方いる。ここいいんですか。いいよ、どうぞ。いいんですか、本当に。いいよ、めちゃくちゃ気まずいんですけど。いいですか、ありがとうございます。ちょっとなんかいただいちゃいました。置きますね。え、じゃあちょっと失礼しちゃって、はい、あのアウェイなのは随所知なんですけど、じゃあちょっとお邪魔します。失礼します、すごい気まずい。イエーイ、イエーイ。やっぱ何を飲まれるんですかね。とりあえずビール。ビールじゃあとりあえずビール。はい、はい、お願いします。え、なんかもしよろしければおすすめの。おすすめ。どうに、このお店のおすすめなんか食べたいです、私も。岡田のシューマイ。岡田トシヤですか。飛騨牛コロッケ。岡田トシヤのシューマイですか。岡田のシューマイ。飛騨牛コロッケ。岡田キノブのシューマイ。うん、あそういうことです。うん、ごめんなさい、全部ドラゴンズの脳になっちゃって。え、じゃあ岡田のシューマイと、あと何でしたっけ。そこら辺、牛ホルモン炒め。あーいいですね。あ、来た、早い。ありがとうございます。はい、やったー。お疲れ様でした。お疲れ様で、あ、いいですか、乾杯。お疲れ様です。今日は中日も阪神も勝つように。そうですね、仲良しでいただきます、いただきます。こんな時間から、こんな時間からって俺らどうなる。確かに。でもちゃんとモノマネやってよ。いや、やらないです。モノマネやるか。いろいろやりますよ。阪神はちょっとやってないですよ。ドラゴンズ多い。野球選手。ドラゴンの誰のモノマネ。福田選手とか平田選手とか。平田やって平田。要するに打撃の方とか。平田のまさか顔真似じゃないでしょ。違います、違います。ピッチャー、はいはいはい、ウィルカーソンっていう、はい、ニックネームは何、はい、ウィルキンソン。あ、惜しい、はい、フリーザや。フリーザ何ですか。その冷凍食品会社で働いてたから、はいはい、はい、よしよし、そういう、よしよし、あだ名だったですか。焼酎ください。フリーザ、黒に、はい、このね、はい、3日くればね、うん、阪神ファンになっちゃうよ。阪神ファンというのはこんなに楽しいもんかという。3日もかかります。まあ1日で、まあ1日で分かるんだけど、本当、そうだね、帰ったら本当かなと思うんだよ。2日目、ああなるほど、3日目でも実感できるんだから。なるほど、私はもっと早くね、阪神ファンになる。確かに、あ、そうです、いただきます。彼女も30いくつ。あ、24です。あ、24かね。失礼だね、ちょっと。いやいや、いいよ、あの、あれですか、後でしますね、じゃあ。ありがとうございます。はい、あれ、ホルモン、ホルモンです。あ、ホルモン頼んだ。めちゃブリブリ、いただきます。トンタマキャベツ、うん、あれ、岡田監督がこよなく愛したシューマイです。あ、監督の岡田、ありがとうございます。じゃじゃーん、いつもは6個らしいんですけど、水着用に
水木屋に優しい対応をしてくださって、あの今日はちょっと本当にアウェーな感じでお邪魔しちゃってるんですけども、ドラゴンズファンが一人本当申し訳ないなと思うんですけど、こんな時にだから聞きたいなと思いまして、ドラゴンズファンのことどう思ってるのかなっていうのをちょっとタイガースファンの皆さんから。正直に言えば、はい、好きではないね。あ、はい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 、しかし巨人よりはいいよ巨人、うん、ジャイアンツよりはいいということで、あ、うん、中日はやっぱりジャイアンツ戦には頑張ってほしい、うんうん、そうそうそう、阪神はバンテリンで弱いからね、バンテリンで名古屋ドームとかね、はいはいはい、弱いし、はい、これからあの非常にやられてるから、やられています。そうそうそう、ドラゴンの選手で、あ、この人いいなって思う、あ、いいなと思う、はい、教えてください。高橋周平だね。あ、周平、周平選手、うん、阪神に来てほしいなと思う選手は俺は阿部だな。お、マスターですか。あんな阿部みたいなね、あんないやらしいね、あの選手をね、阪神に来てほしいな。嬉しい、あ、選手いないんだよ阪神には。絶対投げないですよね、うん、めちゃくちゃいい選手です、うん、本当に。シーディーは、はい、やっぱり大野と柳と、うん、もらおうか。あっと、あげます、うん、もうね、大野はね、阪神だと頑張るんだ水木さんから見て、阪神はどう思う。阪神ですか。あ、でも、幼い頃に一人で間違えて、阪神側の応援席に紛れ込んじゃった時があったんですよ。一人で、あの、高校するうちしたんで、ちっちゃい頃ですよ、もう水木少女ですよ。もう容赦なかったですね。容赦なかった。もうすぐ泣きながら、なんでこんな来るんだとな。でも、わかんないじゃないですか、あんな可愛い顔してるな本当に容赦なくて、その時はちょっと怖いなと思ったんですけど、でもやっぱ大人になるにつれて、今いろんな方と絡んだりとかお仕事で知ったりとかしてると、うん、本当に阪神が好きな本当に熱い人たちっていう風にやっぱイメージ変わりましたね。ただの怖い人たちより、あ、みんなね、阪神ファンな、うん、心が温かい人、本当に本当に熱心、そういう、ね、全国ですからね、阪神ファンもね、タイガース応援してもらえるのかと思ってますけど、え、ドラゴンズファンも来ます。普通に、もう普通に、普通に、あと巨人ファンもやっぱり多いですね。え、そこで来ていろいろあります。巨人ファンはすごくおとなしいというか紳士ですね。あ、球団色が強いですね、そこも大体阪神ファンに野球がないとね、止める止める止める皆さん来ないから、野球ない時この店何やってるんですか本当ですか。敵がないんで甘みじゃっとそうね、これ使えたが勝てば、あ、もう勝利の女神だとさ、嘘、勝利の女神だけどね、負けたらもう来なくていいからね。あ、分かった、ね、美味しい、私食べながらも飲めないんですよ。そうなんですよ、中日が負けても美味しい。そうですねこの人はね、本当の阪神ファン。いや、それは中にはね、分かりますよ、これ阪神ファン、うん、中にね、下半身のファンがいるんだ。下半身、それちょっと下半身の上半身ゆきお、そうそう、分かってます。ここはね、温かい店なんだ。いや、そうだ、それは分かります。要するに日だまりだから。なるほどね、それはうまい、それはうまい、最高。今日冴えてる、もしかして。おだまりから日だまりだから。あ、おだまりはいいか、おだまりはいいか、日だまり、はい、はい、そうですね、ぜひ、もうちょっとおだまりでもうちょっとおだまりでいただけば。じゃあ、はい、タン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 I'm not afraid of the dark.
方も嬉しいということで、柚木も頑張ります。感激しました。嬉しい。本当皆さんありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。